時刻は8時を回りました。 FM 小沢をお聞きの皆さん、おはようございます。6月5日マイオアシス、これから2時間生放送をお送りします。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります FM 小沢のスタジオから、私上條美希がお送りします。皆さん、おはようございます。めっきり6月ですけれども、なんとびっくり6月だよ。もうあれですね、上半期というものの最後の月っていうことよね、6月ってね。早ー、びっくりですけど、皆さん今日も一日、今日も一日っていうか今週も元気でしたか？まあ、マイオアシスはね、あの平日毎日やってるけど、私ね1週間に1回だからね、なんかとっても久しぶりな感じで毎週話しかけてますけど、皆さん毎日そうなんだよねそうなんですよね。おはようございます。今日もよろしくお願いします。あ、なんかさ、6月なってますけども、最近さ、なんか占いの本がいっぱい出てるさ。また意外と占いの本好きだわけよ。そうそうそう、なんかさ、全然信じないくせにさそうそうそう、なんかさ、この上半期になると、あ、上半期も後半になると2015年下半期のなんかあの占いとかいうのがいっぱい出ててね。ミキ、お羊座なんですけれど、お羊座かなんか軒並み調子がいいもんだから、いろいろさ本屋さんで立ち読みしてしまうわけめぐみさん、占いとか好き？いいものはねそっか、めぐみさんところで何座ですか？獅子座。へえ、獅子座流星群の獅子座だね。何月生まれですか？あ、そうなんだ。へえ、何日？8月何日8月13。お、ハイサイの日だね。皆さん、今日もめぐみかんこと池城めぐみさんと一緒にお届けします。今月、今年のね、今月じゃないか、今年の皆さんもいい皆さんでありますように。何の話よこれ違う違う、ミキ今日さ、なんか朝起きた時からさ気分がいいわけよ。会長、なんかさ、だからね、何もないはずなんだけど、むしろさ、昨日はよ、絶望の中で目覚めたわけなんか昨日さ、朝起きた途端にさ、はっ、私は孤独だって思ってからさ本当によ。だけどさ、今日の朝起きた途端にさ、はっ、なんか幸せだって思ってから、なんでこの根拠のない私のこの気分の切り替えだからよな。だからさ、昨日も今日もさ、解明しようと思ってるけど何も解明できない。だからよ、脳みそに誰かいるはずと思ってから過ごしてるんですけど、皆さん、今日ですね、今日 Facebook 見た方いますかね。今日のメッセージテーマは好きな花なんですよ。あなたの好きな花はって。もうさ、なんかさ、別に根拠もない花テーマですよ。ねえ、だからよ、本当によ、何の脈絡もなく、あのめぐみさんが今日のテーマ何しますかって言って、じゃあ好きな花って言ってしまった後に、花ネタねえなと思って、その後にめぐみさんに、みきさんところで好きな花はって聞かれてもさ、思い浮かばないわけ。全く花は好きなんだよ、ミキ。意外とね、花好きだわけ。もらっても嬉しいし、だけど好きな花って言われたらさ、ところで何でしょうと思ってから、なんかさ、中学校とか高校の時とかさ、文集とか作るさ、最後にその時にさ、バラの花が似合う人1位になったことがあるわけただ単にミキがダンスやってたから、その時に耳にバラの花を刺してたからっていうたわいもない理由なんだけど、そんなぐらいの思い出で。でもさ、いろいろさ、この始まるまでに花の話題を思い出してみたら、なんかいろいろあったわけ。やっぱさ、お花ってさ、なんか卒業式もそうだし、誕生日おめでとうとかもそうだし、入学式おめでとうもそうだし、ありがとうも
ごめんねも。なんかいろんなシーンでさ、花って思い出と関わってるなと思って、いいなって、まあこじつけなんだけど、今思いました。ということで、今日ですね、メッセージテーマ、好きな花、またね、花に関わる皆さんの思い出もいろいろ聞かせてくださいね。うん、お待ちしています、メッセージ。あとよ、さっきさ、聞いたんだけど、今年ヨヘナアジサイ園の花がとっても綺麗に咲いてるそうですね。FM 小座に電話があったって、ヨヘナアジサイ園の人から、今年は花がとっても綺麗ですよって言って言ってたそうなので、この見頃のね時期がいつ頃か分かんないんだけど、まだ行ってなくて行きたいくてもやもやしてる人、私も含めていっぱいいるはずだからね。ぜひ綺麗だそうですよ、行ってみてください。この番組ではリスナーの皆様からのメッセージや曲のリクエストをお待ちしております。今週か FM 小座のですねホームページとかがなんかネットがちょっと調子悪いらしくて、メールアドレスが臨時メールアドレスとなっています。今週聞いてくれた方はですね、ちょっと知っているかもしれないけど、メールアドレスが変わっていますので、これもお知らせしますね。メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com 761fmkoza@gmail.com です。これ皆さん届いてるかね。もう番組のさ途中で中軸行っていこうと思いますので、あ、すごい、ツイキャスで早速アップしてくれた、ありがとうございます。皆さん今日は臨時メールアドレスにメールの方送ってくださいね、お願いします。またメッセージやリクエストは FM 小座のホームページが直接送ることができませんね。できません、今日はできません。ユーストリームとツイキャスもですね、ホームページからいつもは、この直接ね行けるんですけれども、ホームページがなんせ稼働してないもんですからね、なんでしょうね、全くね、何かハッカーがよ FM 小座をよ追撃してるはずよ。やめてくれって言ってるめぐみさんが鼻かきながらやめてくれって言ってる。全然やめてくれ感が伝わってないわ。皆さん今日はねいろいろ忙しいですけれども、よろしくお願いしますね。ツイキャスはですね、ツイキャスのホームページから、ユーストリームもホームページから、それぞれ見てください、よろしくお願いします。今日も8時から10時まで2時間生放送、元気に楽しくお送りしていきます。皆さん最後までどうぞお付き合いください。最近長くしてるから最初の話してみる方がいいってなんか言ってましたよ。マジか。うん。あ、面白い。めちゃくちゃ可愛い。はい。それでは本日のオープニングナンバーです。ゲスの極み乙女で私以外私じゃない。YouTube にアップして本土のリスナーには見せてあげてねって。
果だね。うん、もしできたらいいね。もし可愛く映ったらアップするよね。何の基準は？お願いしとこう、めぐみさんか、あのイラミナセイキさんに。心理学ストーリーにしよう。こうやって撮るんでしょ？しないでしょ。テレビを撮るんでしょ。うんうん。いいな、朝から大声で笑えてさって。なんでね、電車の中にいるんですか、はじめさん。電車の中でいきなり大声で笑ったら席が空いてから席に座れるかもしれない。みんながあのそばを離れてから。あ、いいね、頑張れなでしこジャパン。花より団子派ですかって。花派です、花派。そうそう。お、ちゃんおかさん、おはようございます。お、今日は名古屋情報じゃなく、お、これはじゃあ天気情報の時に言おうかな。めぐみさんの8月13日は 81.3 FMJ ウェーブの周波数やねって。マジで、うん、もう FM 東京にめぐみさんあれだな、行くしかないな。ラジオに誕生日になる。パチ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 。インディーさんという方、ミキ初めてな気がするね。おはようございますって。インディーさんという方知ってる。おはよう、はじめまして。あ、その子さん、おはようございます。いっぱい来てるね、いいね、うん、皆さんツイキャスなんか調子悪いみたいですけど、いっぱいいつもの方もちゃんと言って嬉しいですな。ありがとうございます。あ、イミッチャおじさんさんは空港にいるんですかね、今日も。お疲れ様です。もうてかこの間ミンミンさんあったっけだ。お、実物？実物。おお、ここに来てたんですか？昨日かな。もう昨日山下さんの番組で来てたけど、それ。ついに。そう、なんか差し入れくれたりした時もそんなに見せたことないって聞いたけど。そうそう、絶対そのことあわさわさないって。そう、彼女の中で決めてたみたいだけどね。うん、バレちゃった。うん、歴史のところであったね。あって分かったんですね。向こうから話しかけてくれた。ついつい話しかけちゃった。まあ、つって。でも俺も住んでいる、つって。嬉しいね。調子悪いって。電車の中です。冷たい視線がそこを狙うんですよ。冷たい視線を狙ってみんなに席をどいてもらうっていう。大爆笑してから電車のこのところをね、転げ回ったらいいよね、捕まるよね。道路交通情報を更新。
時刻は8時15分を回りました。沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから上条美希がお送りしております。この時間は沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えします。まずはお天気から。6月5日今日の沖縄地方のお天気は、沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。本日の本島中南部の天気は晴れのち曇り、夕方から雨、そして夜の初め頃に雷を伴い激しく雨が降るでしょう。この後の降水確率はお昼12時までは 30%、 お昼から夕方6時にかけて 60%、 夕方6時から深夜12時にかけて 60% でしょう。本日の日中の最高気温は30度、風が南の風後に南西の風、波の高さは 1.5 メートル後に2メートルでしょう。沖縄本島地方では5日昼過ぎから雷の発生する恐れがあります。わあ、梅雨明けたと思ったらまだか、はあ、畜生続いて週末のお天気をお伝えします。明日土曜日5月6日のお天気は雨のち曇りでしょう。降水確率は 60%、 那覇の最高気温は29度、最低気温は25度の予想です。続いてあさって6月7日日曜日のお天気は曇りでしょう。降水確率は 40%、那覇の予想最高気温は31度、最低気温は26度となる見込みです。以上お天気でした。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道からです。沖縄自動車道は宜野座そして許田間で規制がかかっています。上り下りともに規制がかかっています。続いて一般道をお伝えします。一般道は酒田交差点付近からアーチャにかけて長い渋滞が見られます。また前原交差点から大蛇名間で渋滞、そしてぐすくま牧港付近でも渋滞が見られます。あとはスムーズに流れているようですね。以上道路交通情報をお伝えしました。FM 小座から見えるお天気ですが、曇っています。曇ってますね。ねえ、さっきまで本当だよね、今日は快晴だわと思って来たんですけどね、ちょっと曇ってますね。そしてなんか風も強くなってきてますね。なんでしょう、雷に向けての準備が整ってきている。やだわ、本当に最近の雷なんか大きいからさ、ねえ、びっくりするよね、いくら私たちでもね。ひゃーってなるよね。雷くらいでさ、びっくりしないつもりだったわけ。だけどさ、ちょっと大きい雷が最近すごいと思って。皆さん、雷に当たらないように気をつけてくださいね。じゃあ、悪いことじゃないんだけど。そして、国道330は、ちょっと車多いみたいですけど、スムーズに流れています。皆さん、今日も一日、安全運転でお過ごしください。そしてですね、ちゃん岡さんの名古屋情報じゃなくて、今日は出張先の兵庫県明石情報が届いています。兵庫の明石は今曇りだそうです。午後からは雨かなって。ちゃん岡さん、出張頑張ってくださいね。ということで皆さん、今日はですね、今日のトークテーマは好きな花でお待ちしています。皆さんの好きな花、そして花にまつわるエピソードなんかもお待ちしていますよ。メールアドレスは臨時メールアドレスとなっています。 761fmkoza@gmail.com 761fmkoza@gmail.com までよろしくお願いします。曲のリクエストもね、バンバンお待ちしていますので、皆さんよろしくお願いします。それでは皆さん、次ここでこのコーナーです。みんなで元気にうちなあぐちラジオ体操の時間です。
で流れてたサイレン、サイレントサイレンで、バーン、前もなったこのサイレントサイレン言われたなぁ。あ、ほんと？なかったみたい？サイレントサイレント、サイレントサイレン自体がないって。ガラスのメモリーズ、チューブお願いしますよ。あ、めぐみかんさんが何かツイキャスで言ってる。言ってないよ。なんか言ってるよ。ないよ。堂々と嘘つくな。言ってるわ。なんか言ってるわ、めぐみかんさん。時刻は8時24分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えします。まずは琉球新報総合面から。抗議排除中、顔面怪我。米軍普天間飛行場移設に伴う新基地建設が進む名護市の大浦湾で4日午後、抗議しようと臨時制限区域を示すとされるフロート内の海域を泳いでいた男性に海上保安庁のゴムボートが正面から追突しました。男性は救急車で搬送され、顔面打撲傷と海水誤飲で約治療3日間の診断を受けました。続いて、琉球新報市町村面から沖縄市の話題をお伝えします。沖縄市社会福祉協議会の地域人材育成塾島マス記念塾の卒業生中曽根博史さんと田恵美さんのサプライズ結婚式が5月30日沖縄市末吉の沖縄市社会福祉センターで開かれました。式をしないと聞いた同級生が手作りの式を企画、1ヶ月以上前から話し合いを重ね、
ドレスや会場の飾り付けなどを用意しました。ひろしさんは、しままっさんがつないでくれた縁を大切にしたいと話し、たえみさんと何度も見つめ合って幸せをかみしめていました。たえみさんは、何でも話し合って決める楽しい家庭を作りたい。どんなことがあっても力を合わせて乗り越えていきますと感謝を述べました。続いて、沖縄タイムス総合面からお伝えします。知事、訪米の成果強調。普天間飛行場の早期返還と名護市辺野古の新基地建設反対を直訴する尾長知事の訪米活動は3日夜、全日程を終了しました。ワシントンのナショナルプレスセンターで記者会見を開き、大きな意義があったと成果を強調しました。沖縄に米軍基地が集中する歴史や過重負担の不平等症など、私の言っていることを8割から9割の人に理解をいただけたと総括しました。続いて、18歳選挙権衆院通過。衆院は4日の本会議で選挙権年齢を現行の20歳以上から18歳以上に引き下げる公選法改正案を全会一致で可決しました。衆院議員を経て17日にも成立します。来年の参院選から適用され、その後に告示される知事選などの地方選挙でも導入されます。来年には約240万人の未成年者が有権者に加わる見込みです。成人年齢などの引き下げが今後の課題となります。続いて、沖縄タイムス地域面から沖縄市の話題をお伝えします。早朝、甘いハスの香り、ハス祭り開催、東南植物楽園。沖縄市千葉名の東南植物楽園でハスが開花し始めています。沖縄市東南植物楽園では、早朝に開花するハスを楽しんでもらおうとハス祭りを開催しています。期間中の土日、祝祭日は午前6時半から開園し、午前9時まで爽やかで甘い香りが楽しめるハスの花のお茶を無料で振る舞っています。ハスの開花は早朝から正午頃まで。葉には水をはじく性質があり、雨の日には葉に溜まった水が地に落ちる幻想的な音が楽しめるといいます。祭りの期間中はハスの苗の販売やハスのフォトコンテストを実施しています。ハスを使ったおもちゃ作りなど、親子で参加できるワークショップもあります。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えしました。わお、なんということでしょう。ハスの話題でしたね。今日のトークテーマとぴったり。イエーイ。なんか知らんけど外も晴れてきた気がする。皆さんのね、今日のトークテーマは皆さん好きな花でお待ちしていますよ。花のメッセージいろいろお待ちしております。花ではないけどね、このミッキーさんがツイキャスで、サッカー大好きミッキーさんがね、僕の好きな花はナデシコですって言ってたね。うまいこと言うなと思ってね。本当にね。日本の花ですよね。うまいこと言うよねミキね。ということで皆さん、この後は CM を挟んで今日は何の日のコーナーをお届けします。皆さん、メールもどんどんお待ちしておりますよ。メールアドレスは臨時となっていて、761@gmail.com でお待ちしております。チャンネルはそのままで。メッセージ届いてます。うん、メイさんと AKB さんの、あ、ほんと？
花、上以上の花、マジで低いけど、どういう意味めっちゃ低いんだけど、あのね、兄弟の中で弟一番高くて、なんかフィリピンみたいんだよ、フィリピン、ちょっと外人っぽい顔してるわけさ、まあ、外人っぽいは言い過ぎかもしれないけど、こういうわけで、お姉ちゃんはちょっと高くはないけど、普通に高くて、みんなより低いんですよ。お父さんとお母さんが、うん、お父さん低い、お母さん普通、弟いきなり突然変異どうしただから、再開しました。確かにね、でも18歳も20歳も変わらんのかな、わからないけど、始まるよ。今日は何の日、何の日、始まった、ない、味たしまった、何の日、リングル入れるちょっと忘れてた、お、なんかそんな、あ、なみたいな、今日は何の日だ、ほんと、が言うじゃん、あ、いい、生シングルで、はい、時刻は8時32分を回りました。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから上条美希がお送りしております。そしてめぐみかんさんもお送りしておるそれでは皆さん、このコーナーです。今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介します。6月5日金曜日、今日は仏滅でございます。そして水の絵ね今日は旧暦でですね、4月19日ですよ、私の誕生日が過ぎたぐらいまあいいけど、で今日の満潮は8時18分21時36分、干潮は2時30分15時1分となっています。今日の沖縄手帳に書かれている出来事としましては、今日世界環境デーだそうです。そして1460年、大交易時代の琉球王招待宮が亡くなった日だそうです。へえ、もう600年前ぐらいか、すごいですね、500、600年前。そして1957年、沖縄に高等弁務官制が設けられました。おー、そして1963年、塩屋大橋308メートル開通。お、そして1972年、組踊りが国の重要無形文化財に制定されたそうです。へえ、昨日ね、国立劇場沖縄で私、芝居の稽古やったんですけど、組踊りとかね、流舞とか、見ましたよ。みんな綺麗な着物着てね、稽古の時から素敵でしたよ。そしてその他の記念日といたしましては、何かあるかな、1878年に春分の日と秋分の日が決定されました。そして1968年、アメリカ大統領候補のロバート・ケネディが銃撃され翌日死亡。わあ。そして1948年、国立国会図書館が開館。なんだろう、こんなにニュースになるほど大きい図書館なのかな、行ってみたいね。そしてもう全然わからないけど、ちょっと面白そうだから読むと、1783年にフランスのモンゴルフィエ兄弟が世界初の熱気球を
した日だそうです。すごいね。熱気球ってあれか、あの なんていうのあれ、風船の気球、気球すごいね。あの気球のさ、なんかおじいさんのアニメがあったよね。うん、ちょっと泣けるような。そして6月5日今日の誕生日の方はですね、経営学者のアダム・スミスさん、そして政治家の後藤新平さん、そして経済学者ケインズさん、お、そしてガッツ石松さん。そしてダン・フミさん、アン・ルイスさん、歌手さんですね、うん、そしてタレントの東千鶴さん、女優の中島智子さんのお誕生日です。おめでとうございます。で、今日の誕生花はマリーゴールド、金銭花の花です。花言葉は可憐な愛情。おー、以上、今日は何の日のコーナーでした。メッセージが届いていますので紹介したいと思います。ミキさん、メグさん、おはようございます。沖縄市のミンミンです。おはようございます。メグさん、この間はどうもでした。なんか芸能人に会えた気持ちでドキドキしたミンミンでしたが、話することができて嬉しかったです。大好きな山内さんにも会えたし、やはりリスナーの立場だとラジオから声が聞こえてくる人ってすごく憧れの存在なんですよって。なんかその途端にめぐみさん恥ずかしくなったのかどっか行ってしまったけど。それで、そんな方と話ができたって自慢の何者でもないですからねって。ではテーマに行きます。好きな花は花かっぱくんです。わー、教育番組を見ている人ならわかりますよね。本物で言ったらかすみ草が好きですし、なんといっても堂々と伸びゆくひまわりですかね。かわいいですよねって。あー、私もひまわり好きですね。うん、ではメグーさん、リクエストお願いします。この間のミンミンを想像して嵐のお任せお願いします。最後にミキさん、今日もタロットありますよね。時間が合えば夜に漂流しますからね、ということで沖縄市のミンミンさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。さっきね、ちょうどね、めぐみさんが話してましたよ、ミンミンさんと会ったって。今までね、このバレンタインデーとかね、よく差し入れを持ってきてくれたけど、ミンミンさんは直接は来なかったって言ってね、顔気になってたって言ってから、なんか極秘じゃないけどね、ベールに隠されてたって思ってたけど、外でミンミンさんの方から話しかけてきよったって。あれ、意外と秘密じゃないみたいなこと話してたね。どんな、ミンミンさん本物どんなでした？メグさん戻ってきた。うんうん、親近感が湧く感じ、分かりにくいわ。でもミンミンさん、めぐみさんと山内さんと会えて嬉しかったって。うん、よかったね。それで、あの私を見たイメージで嵐じゃないか、リクエスト曲お願いしますってまた無茶ぶりされてるよ。どうする？親近感が湧く感じの曲を、どうね、これ。めぐみさん悩んで悩んで今書いたよ。流してみよう。そして聞いてみよう。今日ね、漂流ラジオね、10時からやりますのでね、そちらもお願いしますね。先週ミンミンさん聞いてくれてましたね。それで今日はゲストさんがいないので、タロット今のところある予定です。ということで、ここで1曲、めぐみさん悩みすぎだろ。もうこんなに悩むとさ、本気でミンミンさんのさ、うん、なんていうの、イメージなんだろうなって、もうあれだよ、集中して聞くよ。 OK、 いいの変えた、直前で変えた。なんだろう、うん、いいよ。はい、それでは皆さん、お届けします、ミンミンさんのイメージソング。嵐でヒーロー。あ、でもいい曲そう、なんか綺麗なイントロだ。あ、リクエスト曲が来てる。ラジオネームがないな。オレンジレンジの花って。
ちゃんさん別に、まとまってくる。AKB ファンさん、かっちゃんさんと AKB ファンさんのメッセージがもう一括されてるよ。パソコンにも同じ人だろって言われてる。パソコンにもバレバレみたいですよ。リスナーのめぐみかんさん、PA のめぐ、まさか同じ人じゃないよねって言われてるよ。仕事しながらキャス、まさかやってないよね。まさかまさかね。まさかそんな気持ちないよ。私はミキサーしながらパン食べたりしないよね。そうだよ、正義さん爆笑してたからね。パン食べて化粧もして本当だよ、水も飲んでキャスもやって、秋じゃびよい。本当だよ、もうね、有効活用だよ。お、PTA 役員頑張ってね。このさっきのメッセージでリクエストしてくれたやつは何だろう、何かね、初めて。あ、そうなの、メアドから。あ、うん、そうなんだ。これかな、もう大きな顔で花って書かれてる。どっかからコピペしたんでしょうね。バレてるよ。アッキーさん、オッケー、アッキーさんとかっちゃんさん同じリクエスト。あ、本当？はい、おー、気が合うね。気が合うね、仲良しなんだね。本当？本当？本当に仲良し？うん、本当に？あの、浮気するじゃなくて本当に仲良し？浮気なんじゃない？浮気するとか言うな。そこら辺シビアだから。そう、人間関係は全く。そうそう、そうなのよ。もう警察が行きよったね。なんだろう。曲がり関係してたね、今。一瞬だけ止まって。ラジオ聞いたのか。あ、嵐が流れてるって言ってた。大阪の嵐マンが、パトロールしながら。そう、パトロールしながら。県名一緒だよ。県名一緒って。県名一緒だからまとまっちゃうよ。お、県名一緒だからまとまっちゃうって、まあ聞こえてるだろうけど。爪が甘いな。もうせめてだってさ、うん、木曜日のやつまでまとまってるんだよ。あ、木曜日の末までまとまってるって、木曜日のやつも読もうか。ゆかちさん。そうそう、ゆかちさんのモノマネをしながら。まあまあ。気をつけなさいよ。ちょっとそろそろ手伝ってやってみます。はい、手伝ってみますね。時刻は8時45分を回りました。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから、私上条美希がお送りしております。おはようございます。改めまして皆様
おはようございます。目が覚めてきた。このさ、この曲いいね、イントロのね。なんかさ、まるでさ、今さっき警察がパトカーが通ったんだけど、パトカーと泥棒がさ追いかけっこしてる様子みたいな感じ。まあいいけど、この時間は、トーク、そしてイベント情報をお伝えします。今日は忘れなかったイベント情報。はい、皆さん、これからがいいかな、キンキンの予定だね。マジューンコンサートというのがですね、今週末行われますよ、6月6日日曜日に。これはあれなの、誰か知り合いが出てるの、お知らせが来てたの。へえ、あ、そうなんだ、番組に。なんで、アジラジ、あ、その子さんの、あ、本当、あ、そうなんだ、 FM 小座に来ていただいた方たちらしいですね。6月7日日曜日、あさってですね、パレット市民劇場でマジューンコンサートが行われます。これは会場1時半開演2時で、なんかね、とってもね、サックスとトロンボを持った人たちが、美しい人たちがいっぱい並んでいるんですけれど、この演奏会っていうのかな、コンサートが開かれるそうです。皆さんぜひね、お越しください。ちょっと詳細がわからないんだけど、とりあえずかっこよさそうな人たちがサックスとトロンボンをいっぱい持ってる。ミキよ、吹奏楽部だったわけさ。だからなんかさ、この楽器持つの人、勝手に親近感湧くんだけど、ぜひお越しください。入場料は一般前売り1900円、当日2500円となっています。そして学生は前売り1000円、当日1500円となっています。チケットの予約は、テルミーさんという方にお願いします。080-3225-5249、 080-3225-5249 まで。またいろんなね、プレイガイドもあるみたいですのでね、お問い合わせ詳しくはマジューンコンサート実行委員会までお願いします。そしてですね、続いてFM 小座をお聞きの皆様へ、リスナープレゼントのお知らせです。主婦帯のパーソナリティ、火曜日担当石底真紀さん、金曜日担当玉木義乃さんが、ピアニスト小浜一恵さんの音楽とともに、大人のための読み語りイベントを開催します。チャペル朗読会、ボリューム7と題しまして、大人が楽しむ読み語り、6月13日土曜日、来週ですね。行われます。これは昼の部が14時半、夜の部が19時からです。このイベントのペアチケットを一組様まで プレゼントいたします。ぜひ皆様、多くのご応募くださいね。メールアドレスは今臨時でですね、 761fmkosa@gmail.com までお願いします。これメールが、メールとホームページが復旧次第ね、また元に戻りますからね。これ皆さん、なんか情報をどんどん流していきますから、その時はその時でお願いします。そしてそっか、電話とファックスでも受け付けてますよ。ファックスのメッセージね、面白いからね、今メールがちょっと悪いから、ファックス皆さんどんどんお待ちしています。ファックス番号は 098-934-8653、 098-934 ハロー小座まで、懸命に読み語りチケット、本文にお名前、電話番号をご明記ください。締め切りは6月5日今日金曜日までとなっております。以上、主婦帯リスナープレゼントのお知らせでした。そう、ということでメッセージをね、紹介していきましょうかね。そろそろ8時台終了ですね。早いな。トークテーマしましょうね。今日のトークテーマは好きな花でトークテーマしてるんですけれども、いつもツイキャス見ている、見てくださっている米蔵さんからメッセージ届いてますね。みきちゃん、めぐちゃん、おはようございます。熊本からハイサイって、ハイタイ。本日のトークテーマ、好きな花。私はヒヤシンスが好きです。なぜかといえば、保育園時代に球根をいただきまして、暗い場所で栽培した記憶があるからです。へえ、いいですね。なんか
咲いた花はとても香りがよく気品に満ちた色でした、かっこ白でしたって。それからヒヤシンスは幼き頃の思い出の花として好きになりましたということで、米沢さんありがとうございます。保育園時代のさことを覚えているほどとっても印象深い出来事だったんでしょうね。すごいね。暗い場所っていうとさ、なんかさ押し入れを思い出しちゃったんだけど、ミキ押し入れでさ一人で米沢さんがでも考えてみればね、多分暗い場所って言っても外だよね、そう、あ、そうだね。ミキさチューリップ育てたことがある、そういえば。なんかさあのおじさんがよ、あの千葉に住んでんだけど、おばさんとおじさんがあの黒猫大和の宅急便やってたわけ昔。それで黒猫大和でさチューリップをさあの売ってる時があって、プレゼントしてる時、その時もらってさ、チューリップ沖縄まで持ってきてからチューリップ育てましたよ、そういえば。うん、ヒヤシンスも球根だがちょっと似た感じかなね。そういえばあれ外でじゃないや、家の中で育てたわ。へー、米沢さん今はもうね、一個保育園時代だもんね、うん、メッセージありがとうございました。続いてこの方、ラジオネーム AKB ファンさん、早見神雄氏 AKB ファンさん、ありがとうございます。メグ、ミキ、リスナーの皆さん、おはようさまって。今日はなぜかボケーっとしている AKB です。今日何リクエストしようかな、あの人のこと考えてたら一駅乗り越してしまったわって。テーマは急には出てこない以上ということでなんだよ本当に、元も子もないってめぐみさんが言ってるよまあいいや、あのね、続いてかっちゃんさんからも届いてますので、うん、なぜか知らないけど AKB ファンさんと同じあのボックスに入ってますからね紹介したいと思います。ラジオネームかっちゃんです。かわいいめぐ、みき、リスナーの皆さん、おはようございます。ほにゃららにマジボレかっちゃんですっておはようございます。今日はミーキーの放送日、ミーキーの笑いで元気が出るけどヘッドフォンで聞いてるからたまにボリューム下げてしまうわって、うるさいっていうことか月曜日から FM 小座のホームページもメールもサーバーがダウンで送られへん、月曜日なのにほんまーって言ってんね。めったに俺ファックスなんか送らんのに送ったわって私ミーキーの漂流ラジオも聞くなということで、テーマ好きな花、チューリップかな、あははーって、お意外な花ですね。花言葉で愛の告白、永遠の愛って書いてたからかな、なんかええなーって、誰のこと言ってるやろってリクエスト、オレンジレンジ花、メグよろしくということで、このオレンジレンジの花ですね、アッキーさんからももうメッセージにでっかい文字でリクエスト来ているので、これをちょっとおかけしましょうかね。うん、もうちょい、あ、わかった。じゃあね、ツイキャスも読んでいこうかな。いっぱい来てるんですよね。お花、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 お花花の話題、花の話題。ところでメグさんの好きな花なんね。ひまわり。あ、似合うね。あのさ、ひまわり畑行ったことある、北中の。あ、あれ素敵よね。あんなさ北中の町の中にいきなりひまわり畑が現れるよね。ねえ、そうだった、ミキあそこねよく通って稽古場行くんですよ。だからさ、この運転するときちょっと中腰になって運転しながらひまわり見て、わざわざ遠回りして行ったりするよ。あの時期はとってもね綺麗よね。またひまわりあそこね、あのひまわり畑の時期になるとプレゼントしたりするよね。おっ、オレンジレンジの花がいきなり流れてきたということでかっちゃんさんと、アッキーさんのリクエストでオレンジレンジで花。お、いってらっしゃい、うん、またよろしくお願いします。違いますよ力士じゃねえわもの力士じゃねえわ。あのね、芝居の私あの演劇やってるんですよ。ロスコイって置いて乗るの早いわ
大塚愛でチューリップ。チューリップあった。すごいこの青い鳥。お花綺麗ですね、とってもね。ありがとうございます。皆さん、私が花が似合うからと言って。デビューだ。綺麗な花がいっぱい出てくれますよ。どうね、つながら。お、面白そうだね、ミキ。ブルーハーツ好きだよ、意外と。意外と。うん。はい、どうする？ドーブネーズ。ありがとうございます。ミキは？はい。はい、時刻は8時58分を回りました。そろそろ8時台エンディングでございます。早いね。皆さん、この後9時台はですね、初っ端からハイサイ沖縄シティ、そしてアイレディスクリニックのコーナーがありますよ。今日はですね、先週アイレディスクリニックにゲストでね、来ていただいたあざまさんのなんと出産音声がね、2人目の子もね、アイデリスクリニックでね、出産なされたということで、その音声もありますし、今日から6月ということで、今日から始まる教えて北条先生ということでね、北条先生のインタビューのコーナーもありますので、お楽しみに。よしよし、よし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 、あ、これあとちょっとで切れる？レンダレンダー、誰か見ている人がいるね。時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。はじめに
平成27年度所得証明書の発行についてのお知らせです。所得証明書は6月1日月曜日から発行開始となっております。対象は平成27年1月1日時点で沖縄市内に在住し期限内に申告している方および扶養になっている方です。請求者の範囲は本人または同一世帯の方となっています。本人確認に必要な書類は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの身分証です。代理の方が請求する場合は請求者本人からの委任状が必要です。お問い合わせは資産税課まで。続いて人間ドックおよび脳ドックの費用を助成します。6月1日より平成27年度後期高齢者医療人間ドック脳ドック助成の脳ドック助成の受付が始まります。助成を希望する方は次の必要書類を持参し申請してください。 1. 長寿健康審査受診券 2. 被保険者証 3. 印鑑。長寿健康審査受診券と引き換えに承認書を発行します。長寿健康審査受診券の持参がない場合は承認書を発行できませんので皆さんご注意ください。申請開始は6月1日月曜日からです。申請お問い合わせは国民健康保険課後期高齢医療係まで。続いて第5次沖縄市高齢者眼住計画の住民説明会についてお知らせします。沖縄市高齢者眼住計画は市民全体で支え育む福祉文化の町眼住おじい眼住おばあが生き生き暮らす明るい町を目標に健康づくり生きがいづくり日常生活などを支援し介護保険事業の実施を円滑に進めるための計画です。お隣近所お誘いの合わせの上ぜひ会場へお越しください。日時は6月1日金曜日本日です。時間は午後2時から4時まで。場所は老人福祉センター高寿園となっています。続いておたふく風邪公費予防接種のお知らせです。沖縄市では行政措置予防接種としておたふく風邪の予防接種を次の内容にて全額公費無料で実施しています。実施期間は平成27年4月1日水曜日から平成28年3月31日木曜日までです。対象は沖縄市に住民登録がある1歳児です。接種回数は1回、接種場所は指定医療機関となっています。接種費用は無料です。お問い合わせは子ども相談健康課予防係まで。続いて出張エイサ講座のご案内です。未来を担う子どもたちがエイサを通して旧盆青年会活動などの地域行事や文化に触れる機会を作るため出張エイサー講座を行います。日程内容などの詳細はお問い合わせください。対象は沖縄市内の小学校中学校児童館公民館など。お問い合わせは沖縄市観光協会エイサー会館準備室エイサー屋まで。電話番号は989-5066 989-5066番まで。続いて平成27年国勢調査員募集のお知らせです。平成27年10月1日を調査基準日として全国一斉に国勢調査が実施されます。この調査は5年ごとに実施される国の最も重要な調査で、日本国内に住むすべての人を対象に、
国内の人口、世帯の実施を調査し、福祉政策や生活環境整備、災害対策などの生活向上に必要な施策に利用されます。沖縄市では次の通りで調査員を募集いたします。応募資格は20歳以上の方で、最後まで責任を持って調査していただける方。任用期間は8月下旬から10月下旬。報酬は3万7000円程度となっています。申し込み締め切りは6月30日火曜日です。申し込み、お問い合わせは性格企画課統計担当まで。続いて、仲良しグループで始める健康づくり教室のお知らせです。運動不足を解消したい、正しい減量方法を知りたいなど、皆さんの希望をもとにプログラムを提案、一緒に実践していきます。テーマは心と体の健康づくり。対象は沖縄市内在住在勤のグループです。受講料は無料です。ご希望の日時、場所に専門スタッフが伺います。原則として平日、予約が必要な施設利用の際は各自で手配してください。申し込み、お問い合わせは市民健康課まで。続いて、第11回高齢者生活支援サポーター養成講習会のお知らせです。ご家族の介護などを理由に就職が困難な方に代わり、就職活動中、ご家族の生活をサポートできる方を養成する講座です。日時は6月27日土曜日、午前10時から午後4時30分までです。場所はファミリーサポートジョブカフェ多目的室。対象は簡単な生活支援サポート活動ができる方。定員は15人です。応募締め切りは6月25日木曜日。申し込み、お問い合わせはファミリーサポートジョブカフェまで。電話番号は938-9244、938-9244まで。続いて、FC 琉球試合日程のお知らせです。 FC 琉球対 J リーグアンダー22選抜が行われます。日時は6月14日日曜日、キックオフは午後1時です。会場は沖縄県総合運動公園陸上競技場です。続いて、 FC 琉球対ガイナーレ鳥取の試合は日時6月28日日曜日、キックオフは午後6時となっています。会場は沖縄県総合運動公園陸上競技場です。以上、ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りいたしました。それでは曲を1曲お届けします。米沢和夫さんリクエストです。チューブでガラスのメモリーズ。シュール、やばい。マジでよ。シュール、本当にシュールだ。二人喋ってるでしょ。
聞く人じゃなく、そうそう、これツイキャストユーストリームの人には分かるけど、ラジオを聞いてる人には一切何も伝わらない。A3 なんて笑いからね、お名前あれ A モートンって言うらしいですよ。本当にI'm not sure.
時刻は9時17分を回りました。9時台も沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから私上条美希がお送りしていきます。どんどんね FM 小座のスタッフさんとか山内局長とかみんな来てからね掃除してるね、みんなでね。すごいね、すがすがしい朝ですけれども。まあ、山内さん、ボサボサだったけど、今日も。ということで、皆さん、このコーナーはじゃない、この時間は、沖縄地方の天気、道路交通情報をお伝えします。まずはお天気から。6月5日、今日の沖縄地方のお天気は、沖縄地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。本日の本島中南部の天気は晴れのち曇り、夕方から雨、そして夜にかけて雷を伴い雨が激しく降る予想です。この後の降水確率はお昼12時までは 30%、 お昼から夕方6時にかけて 60%、 夕方6時から深夜12時にかけて 60% でしょう。本日の日中の最高気温は30度、風が南の風、後に南西の風、波の高さは 1.5 メートル、後に2メートルでしょう。沖縄本島地方では5日昼過ぎから雷の発生する恐れがあります。続いて週末のお天気をお伝えします。明日6月6日土曜日のお天気は雨のち曇りでしょう。降水確率は 60%。那覇の予想最高気温は29度、予想最低気温は25度となっています。続いてあさって日曜日のお天気は曇りです。降水確率は 40%、 那覇の予想最高気温は31度、予想最低気温は26度となる見込みです。以上お天気をお伝えしました。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道から。沖縄自動車道は宜野座から許田間で規制がかかっています。上り下りともに規制がかかっていますね。そして沖縄北インター付近でも規制がかかっています。また沖縄南インターの下りでも規制がかかっています。皆さん気をつけて通行してください。続いて一般道をお伝えします。一般道は坂田交差点からアハチャにかけて長い渋滞が見られます。そして王者の交差点と前原交差点の間で渋滞が見られます。何があったんでしょう。皆さん安全運転で今日もね一日お過ごしください。以上道路交通情報でした。ここでメッセージがね届いていますので紹介したいと思います。先ほどね、メッセージいただいたみんみんさん、ありがとうございます。めぐーさんすいませんって、曲で悩ませてしまいましたねって。でも、あの曲、今のみんみんにぴったりでしたよ。お二人さん、頑張ってくださいね。ちなみに、みんみんはパーカッションでしたって。きっとめぐーさんは、そんな感じするって言ってませんかね。ということで、みんみんさん、メッセージありがとうございました。よかったね。リクエスト曲メグーチョイスでかけましたけど、嵐の何だった、嵐のパーカッションじゃなくてガッツじゃなくて嵐の曲をねさっきかけましたね。よかったよかった。そして続いてこの方、いみちゃおじさんさんです。ありがとうございます。みきちゃん、めぐみちゃん、おはようございます。いみちゃおじさんですって、おはようございます。今日のトークテーマ花ですか、私は花より団子ですかねって、このおっさんは言うだろうとリスナーの2人くらいは思ったかもしれませんが、その通りですってまあ花も好きですよ。2年前に事情があって手放した家に住んでいる時は、私の家は花屋敷でしたよって。26歳の時に家を建て、お早いね。で娘を花がいっぱいの中で育てたいと思って、季節ごとの花を育てていましたね。隣に住んでいるばあちゃんはよく私の庭に椅子を持ってきてお茶を飲んでいました。でもさ、初めてその光景見た時はびっくりしたよって、
車を車庫に入れようとバックしてたら、ふと視線を感じ庭を見て、鼻の中にばあちゃんの顔がポツンと浮いてたから、私は見えてはいけないものが見えたかと思ってびっくりしましたってあ、特になんかちょっと見せてねって言って家にいたわけではなく、入り込んでいたということですねリスナーの皆さんのばあちゃんが人の家に椅子を持って行こうとしたら、とりあえず留守の時はやめとけって教えてあげましょうって。リクエストはオレンジレンジで花ということで、あーすごい、先ほどねおかけしました、ありがとうございます。とっても素敵だね、娘さんを花がいっぱいなのかで育てたいと思って、季節ごとの花を育てたって、わー素敵ですね。うーん、花のように育ちましたかね娘さんよ、花のように美しい子に育ちましたかねありがとうございました、メッセージ。ということでここで一曲お届けしますミッキーさんリクエストで、大塚愛でチューリップ。Yeah.
時刻は9時27分を回りました。この時間は上条美希のエセタロットコーナーでございます。パフパフパフ、久しぶりだね。これがあるということはですね、皆さん今日ゲストさんがいないということなんですよ。ねえ、もうパフパフで、あ、おはようございます、その子さん、なんだ、ラブレター、あ、おはようございます、ありがとうございます、ラブレターが届いた。お、これは放送内で読んでいいのかな、つかぴーさん、 ありがとうございます。じゃあ後でね、読まさせていただきます。なんとナイスタイミングで、おはようございます。なんだろう、ぐっと親指を立てた男性の方が今スタジオの前を通っていったけど。今日も皆さん元気ですね。今日も沖縄市は元気ですよということで、すっかり忘れそうだったけど、エセタロットのコーナーを行きたいと思いますよ。これですね、皆さん、私が手作りでですね、占いカードを作りまして、タロットカードなんて何もね、わからない作ってるけどね、結構当たるって評判だよね。ぜひ皆さんも一緒に、私が3枚カードを選びますので一緒にやってみてくださいね。ということで、1枚目、ドドンパ、2枚目、ドドンパ、3枚目、ドンということで選びました。皆さん、ラジオの前のお聞きの皆さん、選びましたか。めぐみさん、今日何番にする。1番、 OK。 ミーキは3番にしよう。そして AKB ファーさん期待してます、3枚目ということで。それではラジオの前の皆さん、ツイキャスユーストリームの前の皆さん、そして全然聞いてないあなた、引きますよということで、1枚目、ドドンパ。おお、1枚目はですね、壁を取っ払えばいいことがあります。とっても素晴らしいものを中に秘めたキラキラのカードが出たから、今日ね、自分がね、挑戦したいことを、それで自分が壁と思っていたことを思い切って破ってみたらいいと思います。うん、そうそうそう、今さ、背中を押そうとしてる。誰かもわからねえあなたを。そして2番目、2枚目のカードを引きたいと思います。ドンバ、あ、2枚目のカードの人はですね、ちょっとね、夜の夜市みたいなカードが出たんだけど、あ、今ツイキャスが切れてしまったから、開始した。OK! ツイキャスを開始したよということで、2枚目のカードはですね、あれね、甘い誘惑に誘われない、甘い誘惑に騙されないでっていうことですね。あんまりね、この美味しい話とか、あんまり誘惑に負けずに自分のやりたいことを突き進んでください。で、3枚目のカードいきますよ、ドドンパ。あ、3枚目はですね、この鳥がね、夢を見ているカードなんですけれども、このね、見ているものは、自分が目指しているものは間違ってないので、信じて突き進みましょうということで、上条美希のエセタロットのコーナーでした。曲もいい感じで終わったぞということで、皆さん今日の結果どうだったかね。一応エセって言ってるからさ、間違っても別に気にしないで、皆さんが素敵な週末、そして今日もね、素敵な一日を過ごせるといいな。またね、時間があるときはやりたいと思いますので、皆さんね、楽しみにしてくれると嬉しい。で、さっきですね、その子さんが届けてくれたんですけれども、つかぴーさんからお手紙をいただきました。ありがとうございます。さっき FM 小座の前にね、来てくれてたんですね。ありがとうございます。おはようございます、みきさん、めぐみさん、沖縄市のつかぴーですって。今日のテーマは好きなお花ですね。僕は大気味騎乗花に咲く送られるかが好きな花です。あー、わかるわ、送られるか、あはは、はなんか Facebook でいた、見たって言ってからね、素敵だったっていう人いた。僕が送られるかを見たのは去年の4月と、ん？4月と来年？ん？
すいません、今年の4月にもう送られるかだけ見に行きましたって紫色していて落ち着く感じの花です、またメッセージしますということで、お手紙ありがとうございました。お手紙でメッセージっていうのも嬉しいもんだね、ねえ、どうもありがとうございます、つかぴーさん。そして続いてメッセージを紹介したいと思いますミキトニおはよう、昨日はたっぷり寝て元気はつらつのおじさんですってミキトニー朝から元気でいいな、ミキトニーにはミキトニーは内地に行ってもこんな喋り方か、鉛すごいねって言われなかったかってってことでテーマ、おじさんの好きな花はズバリユリ、あーユリの花いいですね、ユリっていい匂いさーな、だから好き、そして白いからいいって、じゃあ最後まで笑顔でよろしくっていうことで、おじさんバリバリさんありがとうございます。昨日ね大遅刻しましたよね、ミキその時だけちょうど聞いてたんですよ今日は元気はつらつってたっぷり寝てよかったねおー局長いっぱい寝て元気出してくださいよユリの花ってさ、なんかいい匂いで白いからいいって、なんかどうね、この感想どうねどうねこれ、なんか素直に、あそうなんだ、おじさんバリバリさんユリっていう感じに受け止められないけど、なんだろうこのモヤモヤ感ミキね、東京に2年間住んでたんですけど、なまりすごいねって言われました。ミキはねとっても標準語喋ってから、あみんなとかね、私ねとかそういう感じをしてたんですけれども、2年くらい経った時になまりすごくて最初言ってることが意味わからんかったって言われましたおじさんバリバリさんメッセージありがとうございました。ということでここで一旦 CM です。これは誰の声ですか？
アイレディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい命の誕生第60回赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は沖縄市三郷にありますアイレディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は3人のお産の瞬間を放送します。一人目はまゆちゃんさん、男の子の赤ちゃんです。そろそろうちの子も出てくるよというママとパパの言葉から始まります。ママがもし男の子だったら青い服買ってねとパパにお願いしている様子が微笑ましいです。ママも赤ちゃんに頑張れと声かけながら無事に出産。院長先生に女の子と聞いて安心しているようです。コメントはパパとママです。二人の嬉しそうな様子が印象的ですよ。それではお聞きください。そろそろうちの子が出てくるよ。先生ちんちゃんだったら本当に青い服買ってねピンクしか買ってないからね。頑張れ、よいしょ、よいしょ、はい、頑張れ。昨日めっちゃ動いてたんですよ頑張れ頑張れ、よいしょ、頑張れ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 、泣いて泣いてるね。おめでとうございます。女の子、女の子、おめでとうございます。赤ちゃんね、なんか生で言葉ができないね。ありがとうございます。かわいい、こんにちは。元気だね、ちょっと疲れたからね。とても微笑ましい出産風景でしたね。なんかとってもこっちまでね、なんかほんわかした気分になりました女の子でね、待望の女の子でよかったですね。出産おめでとうございます。続いてラジオネーム近藤明子さん、今回は生まれた直後の様子が収録されています。赤ちゃんがくしゃみをしたようで、ママがくしゃみしたね、私たちと一緒だねと、なんだか新たな命の誕生を改めて感じられる素敵な瞬間です。コメントはママとおばあちゃんです。それではお聞きください。かわいいよ、あれも私たち一緒じゃん。自分でびっくりした初めてのくしゃみ、もうくしゃみして寒いのこの子鼻炎かな大してもそうだったよねすぐくしゃみ、見てから思い出した。何がしたのか、何だろう何だろうね、もう何だろうね、もう生まれてきてくれてありがとうですね。うん、元気でね、健康に育ってそれだけ。まったね、ありがとうね。とても可愛らしい元気な鳴き声でしたね。あ、初めてのくしゃみって言ってましたね。これからどん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 初めてがね、初めて尽くしが続きますね。楽しみですね。みんな仲良くね、幸せに、幸せな生活をね、どんどん過ごしていってください出産おめでとうございます。最後にラジオネームあざまたかなさん先週ねゲストに来てくれたたかなさん、そしてやすしさんの、もうね多分めぐみさんも編集しながら泣いてたよということで、
2人目のね高野さんの放送したいと思います。1歳のお姉ちゃんとパパの立ち会いのもと無事出産、元気な泣き声を聞かせてくれました。コメントはパパとお姉ちゃん、そしてママです。まだちゃんと言葉が話せないお姉ちゃんですが、しっかりコメントしてくれました。それではお聞きください。ママちょっと頑張ってよ、赤ちゃんに一言お父さんからのコメントお願いします。はい、はい、ようやく会えたね、おめでとう、これから楽しく、成長していこうね。かねさちゃん、かねさん、かねさんも弟のゆいに一言おめでとう、おめでとうって顔してますね、ニコニコしてるね。声聞こえた、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。お母さんコメントです。よく頑張って生まれてきてくれました、ありがとう。ゆいくんなんですけど、あざま家にようこそ、よろしくね。おめでとうございます。高菜さん、やすしさん、おめでとうございます。家族が増えてまた賑やかになりますね。うん、またね、お子さん連れて遊びに来てくださいね出産おめでとうございます。それでは今日から始まります教えて包丁先生のコーナーです今月から始まったこのコーナーですけど、アイレディスクリニックの院長北条秀志先生にお産についていろいろお話を伺って、私上条美希との対談方式でのインタビュー内容を流していくコーナーです。これ1ヶ月分を撮ったのをね、毎月 4,5 回に分けて放送していきたいと思います。第1回目の今回は沖縄のお産事情、早産が多い実態についてどう対処するのか、また開業3年目になるアイレディスクリニックを立ち上げるにあたっての当時の先生の思い、そして今の思いを聞いていただきます。それでは皆さんお聞きください。今日はアイレディスクリニック北条秀志院長にお産に関するいろいろなことをインタビューしていきたいと思います。北条先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますこうやってお話しするの初めてですよね。そうです ね、はい、何度かこの打ち合わせには来させていただいたんですけれども、ラジオの前の皆さんに、はい、こうやって本当ですね。そうですね、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。まず早速ですけれど、この沖縄のお産事情について教えてもらえますか。そうですね、沖縄、私も県外で働いてきて、非常にこの切迫早産、未熟児低出生体重がやはり多いというのがですね、非常にやっぱり印象にあります、ね。はい、今現在開業して3年目ですけれども、やはり非常に切迫早産の入院の患者さん、また赤ちゃんがちょっと小さいなと思う赤ちゃんですね、がやっぱり多いのが今の現状です。で、残念なことに沖縄がこの日本一ですね、この低出生あるいは切迫早産、早産未熟児で生まれてしまうですね、可能性が一番高いというですね、これはちょっと不名誉な、ね、ことですね、はい。どうして沖縄が多いんですか。そうですよね、今那覇の役所の方が調べてくれた今一つの原因として、妊婦さんが塩分をですね、取りすぎてると、美味しいものを食べて、これが全国平均のどうも2倍ぐらい塩分を取ってると、妊娠中にですね、やっぱり塩分を取りすぎるとよく言うその妊娠中毒症だったり、やっぱり血管がどうしてもやっぱりもろく細くなりますから、お腹が張りやすかったりですね、あるいは赤ちゃんに行く栄養も滞って小さい赤ちゃんが生まれてしまいやすいというですね、そういうやっぱり現状があるので、このことをメディアの方がですね、去年だったと思いますけども、報道してくれたことで皆さんの意識がどんどん変わってくれればいいなと思っております、はい。なんかこのあれですか、
天ぷらとか食べ過ぎっていうことですか？沖縄の食生活が、うん、そうですね、やっぱり外食が多いのかもしれません。どうでしょうかね、まあ、やっぱり今言うその夜9時までには規則正しい生活、やっぱり夜、ね、こう出歩く方はまだまだあの多いっていうのも子供を連れてですね、やはりまあちょっとこの時間をもっとこう6時には夕飯を食べるとかですね、少しそういうことができるともっとあの赤ちゃんにもいい影響が与えられるんじゃないかと思いますね。今回ねこの初回なんですけど、どうして、うん、あのアイレディースクリニックってつけたのかも聞いていいですか？はい、そうですね、ピンクだらけじゃないですか。本当ですね、いや、とても素敵なんですけど、そうですね、このあのピンクにしたのはピンクはいい色ですよね。先生今日ピンクですよね、はい、いやまあちょっとねこわもての顔って言われるのでちょっとピンクで少しでも優しそうに見えればいいかなとね。でも私は赤ちゃんに関しては絶対妥協はしません、うん、はいはい、ね、この病私はいつも自分どの赤ちゃん誰の赤ちゃんも自分の子供と思っ、うん、ここにね僕は自分が見ている患者さんに関してはそう思ってますのでね、うん、だからこそ何もこともないように健やかに育ってもらえるんですね、うん、赤ちゃんが元気に生まれるまでは私たちがしっかりサポートするっていう意味でね、やっぱり起こるべき時は起こるしね、うん、赤ちゃんのために必要であればですね、それをまあ厳しいなと思うかどうかは、うん、まあ、愛の鞭と思ってもらえればいいかなと思いますね、お母さんたちに。なんかこのネットでいろいろ書かれてるのを、うん、なんか嫌だって言ったじゃないですか、うんうん、なんかねいろいろ噂はね、うん、あるみたいですけれど、うん、実際ここに私打ち合わせで来た時に、うん、全然違うなって分かったんですよ、うん、先生と会わない時だったけど。あ、そうですか、うん、そうですね、まあ、やっぱり多分少し最近そういうことで悩みであるとき言われたのは、先生はやっぱり理念をねもうやっぱり揺らがずにね、うん、このまま突き抜けた方がいいと、うんうん、ね、途中の経過でいろいろ人は言うけれども、うん、そういうのを気にしてたらね、うん、先生の夢は叶わないから、まあ、お母さんの幸せそれは家族の幸せっていうね、うん、その思いその理念は先生は全然3年経ってもブレてないのは私たちは分かるから、はい、このままブレずにねもう突き抜けてればもう誰も言う人いなくなるよと ね、 そうですね、うん、今はその過程、うん、周りの僕もちょっと少し周りにちょっとね相談をして嫌だな、そうですね、うん、まあ、患者さんの思ってために思ってやったことでもね、やはりそこにはいろんな要素が絡んできます。やっぱり入院をするとなると家庭だったりね、あるいは医療費の問題だったりいろいろ出てくると人間はやっぱりいろいろなことを言いたくなりますね。でもたとえそれは赤ちゃんを産むってことはね、赤ちゃんは病気をするかもしれないね、で生活するにはやっぱりお金が必要だとね、やっぱり計画もなくこの子供を作ってしまうに、やっぱりそれはね、やっぱり妊娠中からもすでに赤ちゃん生まれた後に何が必要かを考える機会だと思います、僕はね。やっぱりだからその医療費のこともね、生命保険に入ってる入ってないね、子供のために学資保険に入る入らないね、そういうことを含めて人生、子供ができたらそこから人生設計をやらなくちゃいけないのにね、ハッピーライフハッピーライフって妊娠中のね生活だけをエンジョイするんじゃなくて ね、人生をきちんと見つめて設計をしていかなくちゃいけないと思います、うん、まあ若い子たちにはなかなかねそういう保険だったりわからないと思うので、うん、まあ、ファイナンシャルプランナーをですね、まあ、一応来てもらって、うん、そういう相談自分の人生ステージに合わせてですね、いくらお金が必要になるのかそういうことを含めて少し勉強する機会をです ね、 ですね、これから提供できたらなと思っていますね。ちょっと話戻るんですけど、切迫早産、はい、皆さん以上教えて北条先生のコーナーでした。もうねとっても面白い先生なんですよ。この私のインタビューでいいのかってちょっと不安はあるんですけれどもこのコーナー来週も続きますので来週もね皆さんお楽しみにそしてこのコーナーではリスナーさんから私ね上条美希さんに北条先生に直接聞いてほしいことも募集していますので皆さんよろしくお願いします。お母さんの幸せそれは家族の幸せ、アイレディースクリニック。
アイレディスクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージ、そして北条先生への質問もお待ちしております。宛先は 761fmkoza@gmail.com まで。このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りいたしました。はい、皆さん、ということで、もう、エンディングですよ。わー、早いね。さっきのさ、アイデルスクリニックのさ、インタビュー、めっちゃ良かったんじゃない？ミヒキのさ、このさ、もうさ、自分でさ、聞きながらちょっとあれかなと思ったけど、そんな私のインタビューにも、あんなに真剣に答えてくれる北条先生、本当に感謝しております。どうもありがとうございます。ということでね、メッセージ届いてます。紹介したいと思います。ミーキー、リスナーさん、おはよう、ピーチベルシルバーだよって。さっきまで山内で打ち合わせしてたよ、沖縄市の。うん。朝8時から打ち合わせって早さよって。眠くて何話してるかわからんかったけど、ということで。朝からお疲れ様です。ピーチベルシルバーさん、メッセージありがとうございました。そしてミキさん、メーグーさん、おはようございます。マーデーです。マーデーさん、おはようございます。今日は歯医者でラジオほとんど聞けませんが、漂流ラジオには参加できますのでよろしくです、ということで、うん、夜もねよろしくお願いします。そしてイ・ジェヒョンさん、この前ね、FM 小座にお越しいただいたジェヒョンさん、お久しぶりです。ミキちゃん、おはようグルト、ということで、ジェヒョンさん元気ですか？メッセージありがとうございました。でね、青の軍団さんからメッセージ届いているんですけど、あげメール送ったけど俺のメールまた届いてないっていうメールは届いてるんですけど、もう一個のメールが届いてないみたいね。なんでかね。でも一応届いてないっていうメールは届いてるから青の軍団さん、ありがとうございました。これもね、どんどんメッセージ届いて、ツイキャスなんかでもね、うん、さっきのこのアイレディスクリニックのコーナーについて、イミッチャおじさんが、うちの会社にも妊婦さんがいますって、彼女は8ヶ月ですけど、妊婦さんの歩く姿って可愛いですよねって、ペンギンさんみたいでって。生まれて会社に連れてくるとき抱っこさせてねって約束しました。赤ちゃん抱っこすると幸せですよねって。今週も元気な産声聞けてよかった、ということで、いみちおじさんさん、メッセージどうもありがとうございました。この後も皆さん、 FM 小座でお楽しみください。6月5日、今日のマイオアシスもこれまでです。今日もたくさんのメール、コメント、リクエスト、皆さんどうもありがとうございました。メールもアドレスもね、変わってる中でも皆さんメールメッセージいただいてどうもありがとうございました。うん、いつ復旧するかわからんけどね、まあちょっと温かい目で見守ってくださいな。ということで、今日もお相手は上条美希と池城めぐみさんでした。来週もマイオアシスでお楽しみください。皆様が素敵な週末、そして素敵な一日を過ごせますように。それでは皆さん、さようなら。ちょうどだね、素晴らしいな。何もちょっとわからんかったけどね。